一人 FC 企業のメリットデメリットっていうことをちょっと話をしたいと思います。はい、ということで、ワタミの唐揚げの天才が999万でできるようになったと。だからこれは脱サラの方も入れますと、まあ、いわゆる制御型の FC として入ることができるようになったということで、これはフランチャイズが伸びていくということにおいては非常にチャンスだと。だからこれおそらくワタミの本部さんとしては、これ今唐揚げがやっぱり 1,2 年前からブームで、ここで唐揚げの天才の手応えもいいと。ただやっぱり投資額が3000万とかかかるようでは一気に市場を取るということができないと。だから脱サラの方も迎え入れられるような出店パターンを作って、まあ、それでこの唐揚げの市場を一気に取ってさらに伸ばしていこうということなんだろうと思います。で、一人 FC 企業のメリットデメリットっていうことをちょっと話をしたいと思います。制御型一人 FC 企業のメリット、これはまず少ない自己資金で開業可能だと。まあ、この999万だとすれば、自己資金200万300万というところから政策金融公庫で後借りて十分開業ができるということですね。もう一つはですね、唐揚げの天才ももちろんそうなんですけど、未経験者でもできるわけですよね。修行に時間がかかるみたいなものは一人企業には向かないんです。でも唐揚げだけです、メニュー、唐揚げと卵焼きか、この場合はね、この2つだけなんで、まあ、これは未経験の方でも簡単に取り組めると。これがやっぱり大きなメリットだと思いますね。これがいろいろなメニューがあるとなってくるとそれができないけれども、まあ、こういう制御型の FC モデルっていうのは未経験の方でも簡単に開業ができるということが、まあ、大きなメリットだと思います。じゃあ逆に今度はデメリットっていうのももちろんあるわけで、結局やるのは自分次第なんで、これが成功できるかどうかっていうのはそのやる人にかかってるわけです。で、おそらく渡見さんも最初はそこのところを考えたような気がします。渡見さんが見てやっぱりその商売ができるやつとできないやつがいるぞと。この商売だってできるやつがやれば売り上げが上がるけど、できないやつがやったらやっぱり潰れちゃうかもしれない。それをやっぱり考えると、最初は安定した企業さんに取り組んでもらった方がいいんじゃないかっていうところから、最初のこの1000万というようなプラン、999万というようなところにはいかなかったんだと僕はちょっと推測します。デメリットとしてはやっぱりやる人によって差が出ちゃうんですよね。ここをやっぱりどうしていくかっていうのが FC 本部としても課題だし、やる方によっても投資回収が2年ですよ、2年でできる可能性がありますよって書いてあるけど、誰でも2年ができるわけじゃないっていうことは、そこは甘い文句に引っかからずに自分を分析して入ってほしいということですよね。本部のことは、まあ、これは渡見さんがいろいろ考えてのことでしょうから、そこまで突っ込まないで、まあ、置いときましょう。で、入る側の方の立場に立って最後お話をして終わりたいと思いますけど、自分が体を入れる西洋型の一人 FC で成功するにはどういうふうに考えなきゃいけないかということを最後まとめておきたいと思います。成功するための考え方としてですね、一番大事なのは自分のことをね、ちゃんと分かってるかということなんですね。どんなことって言われたら自分の力、能力ですよね。それから置かれた環境、ね、今の家族状況とか、そういうことです。月に何万必ず生活費がかかるのかという、これはやっぱり月15万でも生活できるという人と、住宅ローンがあって40万50万かかりいりますという人じゃ全然違うから、こういうことも自分のことが分かっているかというところに入ります。それから自分の今の置かれている位置ですよね。脱サラの方で多いのはやっぱりこれ今うまく自分がうまくいってないのは会社のせいだと思ってる人が多いですね。会社のせいというのも含めて、その会社で出世しなかったとかそういうことも含めて、これは自分が作ったものだと今の状況は、そこを分かっているということが非常に重要です。そこから分かっているとか、そこから始まるということですね。だからこの FC で自分の状況を変えるっていう、こういうようなガッツが必要だと思います。今の状況っていうのはこれまでやっぱりどっかでうまくいかなかったというところがあるんだと思います。もう脱サラせざるを得ないみたいな方だったらね、今そういう方をイメージして話をしてます。これは脱サラするしかないということ、そういう状況だったらもうこれからのフランチャイズ加盟で自分の状況を変えなきゃいけないわけです。そう思って、今まで自分はどこで間違ったのかと、打開するためには今度はどうしたらいいのかっていうね、そういうところからこの制御型の FC、 一人 FC に取り組むべきだというふうに思いますね。商売とかビジネスっていうのは決して簡単なもんじゃないんですよね。まだこの唐揚げの天才はいいです。これは何でかって言ったら、開業したら店舗があるからです。お客さんは向こうから来るっていう状況にはおそらくなるでしょう。これ無店舗の FC とかだったらもうお客さんは来ないですよ、店舗がないから。営業しなきゃもう開店休業みたくなるんです。そういう状況で
まあ、今まで会社にいて営業ができなかったから、脱サラしたということ、そういう人がその無店舗の FC とかに入っちゃったら大変なことになるわけですよ。そこはやっぱ考えて、この今この脱サラをせざるを得ない状況に陥ったらのはなぜかと、そこの状況を変えるにはどうしたらいいかということで、まあ、この制御型一人 FC を選んでもらいたいなというふうに思います。で、最後、唐揚げの天才はこの999万プランで店舗は結構伸びていくと思います。あとはその店舗の収益がどこまで追いついて、この投資回収2年というところに近づいていくかということにかかっていると思います。まあ、うまくいってほしいなというふうに思います。以上です。